ここからはリアルタイムプラットフォーム側の手順を確認していきましょう。まずは先ほど書き出した FMU ファイルをリアルタイムプラットフォームに持ってこないといけません。今回使用するリアルタイム環境は Linux ベースですが、Adams から書き出した FMU は Windows でも Linux でも動きますので、リアルタイム環境でも実行することができます。 じゃあ、FMU の書き出しまでは Linux を使わなくても大丈夫なんですね。はい。使い慣れた Windows 環境で FMU の書き出しまでを行って、それ以降の作業はリアルタイム環境で行っていただければと思います。では、FMU をリアルタイムプラットフォームに持っていきましょう。scp コマンドやファイル転送ツールを使って、さっきの FMU をリアルタイム環境の適当なところにコピーしてください。 今回使用するリアルタイムプラットフォーム、シミュレーションワークベンチを起動します。まずはアダムスのインポートですが、サードパーティーツールズのアダムスを選択してください。そうしたら、セレクトアダムスモデルボタンをクリックして、さっき転送した FMU ファイルを選択します。真ん中の表にいろいろ表示されましたね。 入力と出力、それぞれ一覧になっているのと、モデルパラメータですね。さっきモデルパラメータとして選択したカットオフフレックが表示されていると思います。include in RTDB にチェックをつけて、後ほど使えるようにしておきましょう。アダムスパラメータズは何ですかこれもパラメータですが、 アダムスから FMU を書き出すときに自動的に作成されるパラメータです。主にシミュレーション実行に関わる設定ですね。この中から今回は MSC アダムスリアルタイム、ソルバースレッドカウント、スレッドアフィニティセット0について Include in RTDB を選択しておきましょう。そうしたら 今回は新しく RTDB を作成して取り込みたいので、newRTDB のチェックをつけてください。モデル RTDB に任意の RTDB 名を記入します。先ほどから RTDB という単語が何度か出てきているのですが、RTDB とは何でしょうかはい。RTDB はシミュレーションワークベンチにおける要素なので、 私からあまり厳密な説明はできないのですが、リアルタイムシミュレーションを実行する際に、同時に動く様々なプロセス間で入出力をやり取りするためのデータバスにあたるものです。各プロセスの入出力を RTDB に登録すると、RTDB の中でプロセス間を接続してあげることができて、リアルタイムシミュレーション中に情報のやり取りができるようになります。 新しい RTDB を入力したら、Generate RTDB をクリックしましょう。続けて、Install Adams Model をクリックすると、作成した RTDB に、Adams の入出力やパラメータを登録してくれます。ここで一つ、シミュレーションワークベンチ操作における注意点なのですが、何か変更した際に、左上の 赤・緑のアイコンが点灯していることとがあると思います。この時、グリーンのアイコンを忘れずにクリックするようにしてください。そうでないと変更した内容が正しく反映されません。次はどうしましょうか次は IO マッピングを設定しましょう。ここではシミュレーションワークベンチにつながる外部のデバイスと RTDB 内の信号を接続することができます。今回はゲームパッドに入力された内容をアダムスモデルの入力に与えるように接続してみましょう。今回使用するゲームパッドですが、アクシズと呼ばれる方向入力がいくつかありまして、それぞれこのように番号が対応しています。例えばこのようにアダムスモデル入力に割り当てたいと思いますので、 アクシーズ00を選択してインプットタレットを選択するといった要領で必要な割り当てをやってあげてください。グリーンのチェックを忘れずにクリックしておきましょう。次にテストを作成しましょう。新規作成のアイコンをクリックして新しいテスト名を入力します。RTDB が 先ほど作成したものになっていることを確認してください。ビクストステップに注目しましょう。これがシミュレーションワークベンチの計算周期となります。この周期でシミュレーションワークベンチとアダムス FMU が情報交換をしていくことになります。こういうことはこれが出力ステップサイズにあたるわけですね。その通りです。 今回は 1ms となっていますので、アダムス FMU の出力ステップサイズは 1ms、H レシオは1なので、積分ステップサイズも 1ms ということになります。さて、このテストはいろいろなモデルをつなげる役割もあるのですが、今回シミリンクモデルは使わないので、そういうときはこちらの2つをオフにしておきます。このテストに 先ほどインポートしたアダムスモデルを反映したいと思いますので、画面下側のシンクロナスモデルズの余白部分で右クリックしてください。選択可能なモデルが表示されるので、先ほどインストールしたアダムス FMU モデルを指定しましょう。これでアダムスモデルを含むテストを作成できました。次は環境変数を設定していきましょう。 環境変数ですかシステム環境変数を使えばいいような気がしますけど、ダメなんでしょうかリアルタイムシミュレーションを厳密に実行するために、シミュレーションワークベンチでの計算実行の時は、通常のシステム環境とは異なる環境を使うことになるようです。なので、リアルタイムシミュレーションの時に必要な環境変数があれば、 このシミュレーションワークベンチ画面のインバイラメントバリアブルズとして与える必要があります。今回はアダムスの実行に必要なライセンスの設定をしていきます。まずは左側の画面で新しい環境変数セットを作成します。名前は任意に変更しましょう。そうしたら右側の画面の新規作成アイコンをクリックすると 変数名と値を入力するフィールドが現れますので、例えばアダムスのライセンスサーバー参照先であれば、こんな感じで入力しましょう。もし複数同時に環境変数が必要なら、同じように追加していくことができます。入力が終わったら、グリーンのチェックを忘れずに押しておきましょう。続いてパラメータ設定をやっていきましょう。 パラメータは初期条件の一部として与えることになりますので、こちらの IC と書かれたアイコンをクリックしましょう。デフォルトの初期条件セットが自動的に追加されていますので、これをコピーして必要な箇所を書き換える方式でやってみたいと思います。初期条件を選択して、コピーのアイコンをクリックしてください。 イニシャル・コンディションズ・ネームで名前が変えられるので、任意の名前に変えておきましょう。コピーした初期条件が選択されている状態で、右側の Values の内容を展開します。イニシャル・ Values を開いて、さらに RTDB ・ ItemsIC を展開しましょう。入出力信号の初期値と、各パラメータの値が並んでいるようですね。 はい。パラメータの一部を変えてみましょう。MSC Adams Realtime は、Adams のリアルタイムシミュレーションの挙動を制御する文字列パラメータです。通常、リアルタイムシミュレーションでは、メッセージや結果ファイルは出力しないのですが、この変数を使うと出力させることができます。例えば、メッセージファイルを書き出したい場合は、メッセージズオン、 と記入ししておきましょうソルバーメッセージがあればもし計算中に問題が起きた場合にデバッグがしやすくなりますしねあとスレッドアフィニティの設定もやっておきましょうこちらのパラメータはアダムスが計算で使用する CPU の番号を指定するものですシミュレーションワークベンチ自体が CPU0 番から2番を使用していたり アダムス以外のモデルが特定の CPU を使っている場合があると思いますので、そういった場合に空いている CPU にアダムスの計算を割り当てれば、計算効率が安定しやすくなります。今回は4並列の設定にしているので、CPU4 番から7番を使うように、このように入力してみました。最後にテストセッションを作成しましょう。テスト とテストセッションがあるるんででですすね慣れるまで混乱しそうですそうですね。とりあえず、テストセッションが最小単位で、テストの下に複数のテストセッションが存在できるという親子関係にあると認識していただければと思います。というわけで、まずは親となるテストを選択して、テストセッション追加ボタンをクリックします。 テストセッション名は任意に変更してください。まずは右側のインバイラメントを変更しましょう。先ほど作成した環境変数セット名があるはずなので選択してください。それからそのすぐ下ユニットコンディションズも変更しましょう。これも先ほどパラメータ設定を変更した初期セットがありますので選択します。次が大事です。 マックスオーバーランズとマックスコンスオーバーランズの数値をかなり大きくしましょう。後ろに0を4個くらいつけていいです。この設定は何が変わるんでしょうかオーバーランといって、計算が実時間より遅くなってしまった計算フレームが発生することがあるのですが、そのオーバーランを何フレームまで許容するかという設定です。設定値を上回る回数のオーバーランが発生すると、 リアルタイムシミュレーションが強制終了されます。アダムストルバーはどうしても最初の立ち上がりに時間がかかるので、オーバーランの許容値が小さいと計算開始前に強制終了されてしまいます。なので、オーバーラン許容値を大きめに設定するようにしています。さすがに4桁も増やさなくていいような気はしますけどね。さて、以上でリアルタイムシミュレーションの設定は完了です。 あとはこの画面でスタートボタンをクリックするのみです。いよいよですね。早速やってみましょう。はい。と言いたいところですが、せっかくなので今日はリアルタイムにデモをやってみることにしましょうかね。えっと、どういうことですかいつもは録画配信でウェビナーをやっていますが、今回は生放送でリアルタイムシミュレーションをご覧いただくことにしましょう。では、 ヘキサゴン神田オフィスのシミュレータールームへ行きますよはい承知しました